はい、皆さんこんばんは。ただいまサンナプーム空港にいます。これからね、こちらネパールのカトマンズに行こうかと思っております。今日はエコノミープラスっていう、普段とはちょっと違ったちょっといい座席、エアバス A320 の前の方の席ですね。そちらの方の席を予約しましたので、こちらの B から行けるかどうかも試してみたいと思います。基本的にはね、ビジネスクラスと同じ扱いというふうなことなんで、どうなるか分かりませんが、ちょっと行ってみたいと思います。こちらの方がね、ロイヤルシルクのチェックインカウンターになります。まあ、果たしてこっちの方でチェックインできるでしょうか。さあ行ってみましょう。はい、こちらの方ではダメでしたんで、エコノミーだけども H のゴールドメンバーのところでできるみたいなんで、 H カウンター行きます。はい、こちらの方のね、スターライアンスゴールドメンバーと同じところでできるってことなので、こちらの H の1から5のカウンターにやってきました。じゃあこちらの方でチェックインしていきます。ありました、インターナショナルエコノミープラスっていう文字ありました。じゃあこちらの方からやっていきます。エコノミープラスでチェックイン中でございます。カウンター2つぐらいしかないところですね。じゃあこれで十分いけるでしょう。はい、ね、荷物のタグが貼られました。そしてね、エコノミープラスの場合はこのロイヤルシルクタグがつくような感じになります。いいですね、これ出てくるのも早いと思います。はい、無事にチェックインできました。でここでね、エコノミープラス U クラスなんで、ロイヤルシルクラウンジが使えるというふうな形になっております。果たして出国は、VIP 出国できるんでしょうか。それも気になっておりますので、ちょっと一旦行ってみたいと思います。そしてエコノミープラスでこちらのファストトラックは利用できるんでしょうか。こちらの方も非常に気になっております。ちょっと行ってみましょう。もしダメならまた戻ってきます。こちらのね、ファストトラックでございます。果たして行けるでしょうか。ビジハーストでもビジネスでもありません、エコノミープラスでございます。さあ行ってみましょう。ありがとうございますね、ファストトラック。正直一番端っこなんでちょっとめんどくさいけども、ちょっと行ってみます。はい、無事に出国できました。ただこの時間まだね、一番混む時間が早かったんで、ファストトラックのレーン無事通ることできましたけれども、ただね、やっぱちょっと今端っこにあるんでね、その辺がちょっと遠いかなって感じしましたね。やっぱり結構大回りだし、でファストトラックもやっぱりそのレーンが少ないから、混んでる時は結構混んでるので、普通に行った方が早かったかもしれません。まあそれ結果論なんでね、何とも言いませんけども、これから飛行機の方に向かいたいと思います。一応ラウンジ使えるんで、ラウンジの方にちょっと立ち寄ります。チェックインの時にはゲート番号出てませんでしたけれども、ようやくこちらの方でゲート番号出ましたんで、よかったです。 D8 番、ここから近いですね。とりあえずラウンジの方を向かってちょっとゆっくりします。いや、久しぶりのスワンナプーム空港ですけれども、にぎわってますね。やっぱり人多いと思います。たくさんのね、お土産物屋さんからブランド物屋さんたくさんありますんでね、これがね、もう夜中でも空いてるというのがやっぱポイントですよね。いやー、懐かしい、いいですね。こちらね、ラウンジのご案内。ラウンジ結構この右の DEFGか、こっちの方がラウンジはたくさんありますので、今こちらにいますけども、このタイ航空ラウンジ行きます。こっちの方ですね。はい、タイ航空ロイヤルシルクラウンジ入っていきます。嬉しいです、ラウンジ使えるのは嬉しいです。はい、こちらタイ航空ラウンジの内部でございます。これから食事を取りに行きましょう。こんな感じでね、食事が用意されておりまして、ワンタンスープで白ご飯、これはなんだ、タイチキンココナッツスープ、トムカーカイか、これがディフライチキンですね。チキンボロネーゼソースのスパゲッティ、そしてからローストポークで、こちらサラダがありまして、でこの辺にはケーキとかですね、でこのちっちゃい可愛らしいハンバーガーみたいなやつで、あとジュース類はこんな感じでありまして、
で一応お酒も、準備がされております。こちらの方ちょっとしたジュース、アイスクリーム、ハーゲンダッツありますね。ハーゲンダッツのアイスクリームあります。この辺カフェコーナーで、カフェはこのボタン式押したら取れるやつですね。ちょっとしたこれは春巻きとかでタルト買い、エッグタルトとかありますね。いい感じでございます。でそしてもう一つのレーンがありまして、これはなんだ、カートン、あ、タイのお菓子、こちらお菓子、そしてフライドライス、そしてこれがフライトありますね。ビーフカレー、レッドカレーですね。ベジタブル、それから、オニオンスープがあります。こんな感じでラウンジの食事をいただきたいと思います。こちら2回目でございます。いい感じでこんな風にたくさん食べてます。いいですね、ラウンジの食事、結構お腹いっぱいになります。はい、ハーゲンダッツいただきます。はい、ラウンジでのんびり過ごしてきまして、こちらの方 D8 ゲートに来ました。カトマンズ行き、夜の9時15分出発でございます。D8 なのでもうど真ん中の場所ですね。はい、こちらの方から早速登場していきましょう。まあまだスタッフ誰も来てないんでだいぶ先になりますけれども、まあ、これからですね。はい、はい、ただいまねカトマンズ行きチェックイン始まりました。タイスマイルの飛行機ですけど、エコノミープラスは優先搭乗があります。スターアライアンスの、ね、ゴールドメンバー、それから、ね、エコノミープラスメンバー等々が、先に乗ることができますので、こっちから乗っていきましょう。まあ、機材は A320 なんで、まあ、大きい機材じゃありませんが、このような機材ですね。結構この角度好きです。タイスマイルからそのままかな。はい、じゃあ早速入っていきます。サリカー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 、こちらの方ですね、エコノミークラス、ここになります。このような座席入れててね、エコノミープラスはこの真ん中が使えなくなってる、こういう座席になっております。これはね、一番前の座席なんで画面とか何もありませんが、こんな感じの座席でございます。左が真ん中が使うことができなくなっている座席ですね。はい、ここがリザーブになっています。一応低い枕とか枕と毛布準備されてますね。ここの前3列がそのような座席の配置になっております。そこから後ろが普通のエコノミーですね。はい、早速出発乗っていきましょう。飛行機はね A320-200でございます。一番前なんでね、非常に楽に座ることができます。テーブルはこっちか、テーブルはここの左から出るような感じですね。今こんな感じです。でもうそろそろ離陸でございます。夜やからね、あんまり綺麗に撮れませんね、さすがに。まあまあ、次が機内食食べるときにお会いしましょう。
内食出てきました。エコノミープラスの機内食でございます。今日はね、フィッシュかポークかのいずれかだったんで、フィッシュ頼みました。フィッシュでもサーモンでございます。レッドカレーですね。レッドカレーのサーモン。それからこれがサラダが、エビサラダ。これが果物ですね。で紅茶、あと一応、アップルジュースとお水ついてます。でパンですね。こちらの方ですごい美味しそうなんでいただきたいと思います。はい、美味しく綺麗に全部食べさせていただきました。ごちそうさまでした。到着です。はい、無事到着しました。一番最前列なんでね、もう降りるのはすぐ降りることができます。こんな感じのエコノミーでございます。ここ真ん中がね、この部屋、席は真ん中が空いている席なんで、非常に快適に過ごすことができました。はい、カトマンズ着きました。で、タラップでね、降りる感じになってます。バス待ちですね。バス待ち、バスを待っております。歩いてはいけないのね。面白いですね。これ乗ります。よいしょ。はい、荷物受け取り所来ました。でここでちょっと荷物しました。ただいま税関過ぎたところで、これ到着ホールから歩いているところですけども、一応こうエクスチェンジとかありますね。綺麗な感じでかっこいい通路ができております。まあね、エクスチェンジとかもありますね。まあとりあえず私たちは今回ガイドさんとか待ってるんで、そのまま行っちゃいます。無事ガイドさんと会うことができました。ホールは一つしかないん でここら辺から出たらターミナルと、ターミナルが出たらあれですね、たくさんの人が待っておりますけども、まあ、団体ツアーとかだとこちらの方になります。でもう一つ待つのはあそこです、うん、あそこね、はい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 、これが新しくできた建物ね。確かに前よりも綺麗なかっこいい建物。1年経ったばかりでこの辺も結構、はい、この辺待ちます。ツアー入ったらこの辺で待ちます。ここら辺にもいっぱい人がいます。車です。この乗用車で巡ります。